太郎駅は岩手県宮古市太郎あざ小林にある三陸鉄道リアス線の駅である。駅の愛称は銀色のしぶき。アワビの養殖や酒量が盛んな港町の駅であることに由来する。島式ホーム1面2線を有する地上駅である。また山側に側線を1本持つ。当駅は2019年3月に旧 JR 山田線区間が 三陸鉄道に移管されたことで、岩手船越駅にその座を譲るまで、日本の私鉄、第三セクターで、本州最東端の旅客駅となっていた。かつて、太郎町観光協会が受託する簡易宅駅であり、出発窓口などを備える、太郎物産観光センターを駅舎として有していたが、東日本大震災によりその駅舎は外壁を残して、全開、 さらに駅舎とホームの間を結ぶ階段も、瓦礫で埋め尽くされたほか、駅周辺の一部箇所で津波にさらされた。その後、駅舎は取り壊され、現在は無人駅となっている。また、2020年の新太郎駅の開業により、太郎地区の表玄関を新太郎駅に譲っている。2019年度の年間乗車人員は26,071人である。近年の推移は、 下記の通りである。2020年の新太郎駅の開業により、当駅の利用者は主に、岩手県立宮古北高等学校の通学利用者となる可能性が高く、年間乗車人員の減少が予想される。ありがとうございます。